サンスは3マイクロシステムズが 4.1CBSD をベースとして開発したユニックスオペレーティングシステムの一種である。後にソラリスと名を変えサンスは OS のカーネルの名称となっている。1983年 BSD の創始者であり同開発グループの中心メンバーであったビル・ジョイがンを設立するにあたり新たに開発した OS であり 4.1CBSD がベースとなっている。 サンスは NIS や NFS などの今日のユニックスシステムにおいて標準となった技術を次々に実装して着実にバージョンアップを重ねていった。1987年、サンと AT&T は提携し標準のユニックスシステムの開発を進めることを発表した。その後、1989年に AT&T から AT&T システム V リリース4の発表。 そしてソラリス1.12を最後にシステム V へと全面移行することとなった。システム V に移行したソラリス 2X 以降ではカーネルの名称はサンス 5X となった。サンス1と2は3-2シリーズをサポートしており、3-1の CPU 基盤をアップグレードした3-2も含んでいた。サンス3は3-2と 3-3シリーズをサポートしていた。サンス4は3-2、3-3、3386i、3-4アーキテクチャをサポートしていた。サンス4はスパークプロセッサを完全サポートした最初のリリースだったが、3-4システムはサンス3.2でも一部サポートされていた。サンス4.1には、 3発のマルチプロセッシングマシンである34メートルアーキテクチャをサポートした。カーネルは一つのロックしかなく、一度に一つの CPU だけがカーネルを実行できる方式であった。最後のリリースは1994年の4.14である34、34C、34メートルはサポートされていたが、34D はサポートされていない。 サンス4.13及び4.14は1998年12月27日まで出荷され続けた。保守サポートは2003年9月30日に終了した。サンス4.11インストール媒体1987年 AT&T と3は当時最も一般的なユニックスであった BSD とシステム V とゼニックスを統合する共同プロジェクトの 開始を発表した。その成果がシステム V リリース4である。1991年9月4日、3は次の OS メジャーリリースは BSD のコードベースから SVR4 ベースへの切り替えを行うことを発表した。このリリースを社内ではサンスごと呼んでいたが、対外的にはこの時点からソラリスの故障を使い始めた。また、このブランド名はサンスだけを指すのではなく、 オパンウィンドウスデスクトップ環境とオープン、ネットワークコンピューティング機能を包含したものだとした。SVR4 ベースの OS は翌年まで大量出荷されないと見られていたが、サムは既存のサンス4にもソラリスの名前を使い始めた。例えば、サンス4.1、1はソラリス1.0と解消され、サンス5.0はソラリス2.0の一部とされた。 サンス 4.1x は1994年までリリースが継続され、それぞれにソラリス 1x という名称も付与された。バージョン番号の対応は単純ではない。以下に対応表を示す。サンス5はソラリスとして認知されているが、OS 立ち上げ時などはサンス5の名称が表示されたり、うなめコマンドの出力や、マンページのフッターなどにも古い名称が見られた。サンス5 X 以降は、ソラリスのバージョン番号との対応は単純で、マイナー番号が同じになっている。例えばソラリス2.4はサンス5.4に対応する。しかし、ソラリス2.6以降にが表示されなくなり、従来のマイナー番号だけが表示されるようになった。したがって、ソラリス10はサンス5.10に対応する。初期のサンスに同梱された GUI 環境は、 サントゥールズトヌズである1989年3はオープンルック準拠の X11 ベースの環境である OpenWindows をリリースした。これにはサンベトヌズのアプリケーションサポート機能も含まれている。OpenWindows はサンス4.11でデフォルトの GUI となった。ありがとうございます。